こんばんは。こんばんは。ここでメイクしてる人。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちゃちゃちゃ。何髪どうしよう。ありあり。こんばんは。今日は11時ぐらいまでみんなと話しようと思います。迷う人前髪。こんばんは。今日もめっちゃナチュラルしかメイクしてないんですけど、ほぼイルミネーションはね、別になんかめっちゃ見れたっていうか、ちょくちょくあるやつを見ただけ。そうそう、アニメディアね、最終回急なんですけど最終回になります。こんばんは。お腹が鳴ってる。ストレートか。本当？今日はストレートです。こんばんは。楽しみに見ていたから残念だけど、大バニー教えてください。おー、ありがとう。こんばんは。そうですね、アニメディアは終わってしまうんですけど、アニメの話とかは配信でお話ししましょうね。始まりがあんと終わりまで。そうだね。前髪切りたい。あとで切ろう。すぐ前髪切りたくなる。こんばんは。こんばんは。最近ポケカはね、ちょっと最近忙しくて終えてなかったんですけど、でも実際なんだっけ、誰かが開封してくれてるやつは見てて、自分では持ってないけど、
自分では持ってないけど、あの誰かが開けてくれてるやつを見て見てる。そう、でも最近自分ではあんま変えてない。前髪切りたくなるポイントは今ここが、前髪がこう目にかかったら切りたくなってしまう。売ってない。そう、なんかね、もう本当にボックス買うやったら抽選で当たるか、それかなんかなんだっけ、朝めっちゃ早朝にコンビニとかで買いに行くか。でもね、たまにあれなんです配信ではちょっと切れんよ、あの今ハサミが持ってなくて。そう、そう、こんばんは、こんばんは。結果割と、うん、売ってるけど、ボックスとか新しく出たやつとかはちょっとあれ。でもなんか残ってるやつもあるけど、今回のやつはねあんまり売ってないかも。ハイクラスパックみたいなやつはなんか見たことない最近。少しとかなんかちょっとなんだろう、わかんない、あんま詳しくないけど、なんかすごい本当にね強いカードがいっぱい揃ってるんです。人気なカードもいっぱい揃ってて、可愛い女の子、なんじゃもちゃんの SR とかもあるやつなんだけど、多分10パックしかないよね、ワンボックスに。でも枚数が多いんかね、ちょっと思うかも。全然ゲットできてないんで、そんなに詳しくないんですけど、見た開封動画はね見ました。そう、欲しくなるけど、欲しくなるけど、買いすぎないようにしてるよ。ガチャとかコンプリートしたくなるタイプじゃないね、全然。お目当てのものしかっていう人かも。バッグ500、そう、うん、サンタさんだサンタさん、サンタさんと今私が欲しいものは布団乾燥機なんですよね。あともう一個欲しいものがあって、なんかあのね、シャワーヘッドなんかあのが欲しくて、リファのやつがね有名だよね。なんで、水って大事だなって思って、なんで今まで全然買ってなかったんだろうって思うんですけど、持ってないんですよ。もう本当にね、なんでね今までね買おうって思ってたのか。そう、お肌もきれい、そう、髪にもいいし、
なんかそう、こんばんこんばんは。直接お湯で顔を洗うだよね。今一番欲しいもの、サンタさんが、いや結構高いんよ。結構高いんですよ。でも今普通に多分大丈夫だ、大丈夫っていうかみんなもそうだと思うんですけど、なんか普通に水道水で顔とか髪とか洗ってるので、ちょっとねそれをね、いつか買いたいですね。お金を貯めて。こんばんこんばんは。こんばんこんばんは。こんばんは。ちょっと一瞬これのせ、あ、違う、なんだっけ、画面ちょっと明るくするのでちょっと一瞬止まるかもしれないです、ごめんね。明るくなった。ドライヤーとかも大事な、え、めっちゃ欲しい。あれ、ドライヤーは全然、なんだろう、高いの使ってないんですけど、買えなくて。そう。でも、欲しい、めっちゃ。ヘアビューロンのドライヤーとか、憧れるよね。美容師さんが持ってるやつ。マイナスイオンです、ね、ホテルとかにあるよね、マイナスイオン出ますみたいなやつ。お高い、そう、高いヘアアイロンとか。一番嫌だった。そう、でも全然持ってないよ。ドライヤーも全然悪いやつではないと思うけど、薬屋の独り言見てて、あー見てくれたんで、ありがとう、嬉しい。プレゼントちゃうの、配信。ありがとう、気持ちで嬉しいですよ、本当に。ママが好き、ママが好き。メイク用品と服代、そうなんよ、高いよ。なんかね、そう、あれ、何言おうとしたっけ。もう前髪がくっつくの嫌なんてわけた。そう、え、なんか何て言おうとしたんだろう、今忘れちゃった。特に冬の洋服、そう、冬の洋服もね、あともうしばらく買ってないんよ。もう買ってない、もう。
メイク用品の、そうだよ、アウター。私はアウター、いや、アウターはね、一応ね、あの買ったけど、そんな何個も分かってないって感じ。冬服ね、可愛いのいっぱいあるよね。グレーのコートもそう、今年買った。乾燥してきた目が。こんばんこんばんは。こんばんは。ナチュラルで可愛いと思ってたけど、前髪やってたら大人っぽくし。ねえ、イメージ変わるってちょっと言われる。どの季節の服？服か。服は秋。カーディガンぐらいでまだあの寒さがしのげるくらいの季節の服が好き。でもさ、今はさ、もうさ、アウターがないと寒いじゃん。でもあんまり体がモコモコするのがね、寝るときは好きなんだけど、そう、寝るときは好きなんだけど、こもちゃんのセックスが書いてある、ありがとう。なんかさ、私だけかな、なんか例えばデパートとか行くとするじゃん。でも外は寒いからモコモコの服着るじゃん。そしたらさ、なんかあの、そのデパートの中では何を着たらいいんだろうみたいな。なんかその服だったらちょっと暑すぎるし、でも持って歩くのもしんどいしみたいな。それがすごいね、冬の苦手なところ。どうすればいいんだろうみたいな。なんか私は寒そうって言われてても結構デパートとかに行くんやったら薄着で来ちゃうんですよ。それが嫌すぎて。だからよく人になんかね、なんか寒そうだねって言われるんですけど、それよりもコートをこう手で持つのが私は嫌だから、そうしちゃうんだよね。そう、こんばんこんばん。そう、荷物がなんか増えたみたいな。嫌だよ。でも寒いんよ、外は。外は本当に寒いから後悔するんよ。なんであのアウターを着てこんかったんやみたいな。そう、本当にね、冬のね、冬服自体はめっちゃ可愛いけど、温度調整がちょっと難しいところが苦手。室内がありがとう。ね、ロッカーとかに預けれたらいいのかもしれんけど、またそのなんかロッカーからアウターを取り忘れたらどうしようとか考えちゃって、だからですね、モカはもうすごく悩んでる。でもあの外で主に歩くときはもうモコモコで行く。モコモコっていうかコートとか、なんか難しいよね本当に。取りに行かないとって感じ。そう、忘れてしまったらどうしようみたいな。
どっかにアウター入れてしまったことを思い出した。ああ逆パターンか。確かに意外と寒かったみたいなね。そう、で私結構なんかいっぱい荷物を持つみたいなになっちゃうのが嫌いだから、そう我慢しちゃうね。もう寒くてもいいから我慢しようみたいな。中薄めにした歌もいいね。でもなんかもうは結構ね、お母さんに連れてってもらってる時も多いから、そういう時はちょっと薄着でよく寒いでしょって言われるんですけど、薄着で行きます。こんばんは、こんばんは。電車の中本当に暑い。あのバスの中ってさ、しかも足からさ暖房みたいなボーみたいなやつがさ来て、めちゃありがたいんだけど、アウターとか着てたら暑すぎてうわーってなる。夏に建物に入るとすごい寒い時そんなことあるの夏に。どうしようね、そういう時はもうどうしようでしょう。マフラーとかでなんとか。暑いよね、めっちゃ足にめっちゃボーって暖房が。そう、こんばんこんばんは。そうお家では全然暖房つけない、ね、何で暖房暮らさずに暖房つけずに暮らしてる人って少ないんかな。私んちはね、あんまなんかね暖房つけてないんよね。私のお家はなんとストーブと布団乾燥機で生きております暖房つけんさいよって感じかな、わかんないけど。でもなんか私結構さ暖房でさ喉やられたりするのよね。なんかイガイガなったりするからさ、暖房で乾燥したりとかで結構あんまり暖房を使わない。これストーブじゃないね、なんていう、これなんていう、これストーブじゃないわ。そこにある子ストーブなんかな、この子は。なんか電気つけたら石油のやつじゃないよ。火ストーブじゃないね。ストーブはあれか、私のちっちゃい頃に家にあったやつだ。なんだろう、これはなんて言うんだろう。セラミックファンヒーターっていうの、なんか普通に電気でヒーターヒーターか電気であのあったかくなるやつです。そう、電気ストーブ分かんないんだけど、とにかくそうあの電気でやるやつ。こんばんこんばんは。あったかい風来ないよ。暖かい風っていうか、なんて言うんだろうね、本当にあったかあったあった目の前、そう目の前があったかいやつ。今1メートル先ぐらいにあるんよ。ちょっと配信中寒いから。部屋中はあったかくならんね、自分に向けんと。うん、近くないとあったかくないやつ。風はこん、赤くなる、そう。ヒーターか。ストーブじゃない。間違えたね。ちっちゃいね。あのね、頃はね、ストーブがあったんですよ。石油の。なんかその、そう。
冬こたつだけ。こたついいね。こたつまだないのね。スティーファンヒーターは乾燥しにくい。あ、そうなんだ。それだけでよくて、確かに確かに。ラリモンの質あったかくていいね。夜間の質いい。夜間こたつだとね。なんか今日なんか一日中さ、なんかふわーってして、なんか半分寝てるみたいな今日起きてるんだけど、なんか半分寝とるんよ今日。そう、お風呂はぬくぬくだよね。宮島そそこしてたよ。不安もんもや。もちゃんこんばんは。桃が好き。お風呂入ったすいいね。公式ブログちょっとまた頑張るね。そう、なんかでもさ、ブログってさ、ファンクラブの方とさ公式の方両方あってさ、どっちに書けばいいんだろうね今までちょっとアニメディアがあったから、月一私のブログ、あ、アニメディアみたいになってたんですけど、なんか難しいんよ。そう、なんか両方あったらさ、めっちゃなんか難しくて、どっちにどうすればいいんやろうみたいな。そう、なんかそう、結構いろいろありすぎてなんかファンクラブまだ多分6人とかだと思うんですけど、やってるのが結構なんかどうすればいいか分かんないみたいな。なんかメールもあるから、メールとファンクラブの写真を分けるのもちょっといつもどうすればええんやろみたいな感じやな。そう、なかなか結構いろいろありすぎて、あーってあーって。そう、動画メインで上げてる。なんかすごい全部できてるメンバーもすごいと思うんですけど、私はいろいろあるとどれかしかできなくて、わーってなっていろいろ重なってるとわーって全部なりがちで。そう、
そう、何すごい写真って、わあってどれをどう使いこなしたらいいのかみたいな、そう、ちょっと私なりに頑張りますね。ももパニももパニももパニしちゃう、自分のペース、ありがとう。こんばんは、こんばんは。こんばんは。ファンクラブの画像ってこだわり？でもなんか動画とかが主に載せれるから動画ばっかりになってるかもしれないけど、そうね、 X はみんなに届くからね。そうなんよ、なんか SNS がありすぎてわーってならん難しいよね。なんかもうさあ、あ、猫パンツいやもうなんかちょっと Twitter にはあげるの恥ずかしいけど、ファンクル、ファンのみんなになら見せるみたいな動画を結構載せてるかもしれない、そう、ファンクラブはちょっと私のことよく知ってくれてる人やったらそう見せれるみたいな動画を載せてるね。そう、そういう動画も11時ぐらいになったらやりますね。頑張りますね。またモーカの動画編集あのなんだっけ、ファンクラブイベントの時の動画ちょこっとあのステージに出る前の動画があるのでちょっと編集します。ノーマルモモちゃんだよノーマルカメラモーカさん載せましょう。ちょっとスタッフさんの声が入ってないかちょっと確認しないといけないんですけど、あとスタッフさんの顔もちらっと映ってた気がするからそこはちょっとどう、私編集があんま得意じゃないのでどうやるか分かんないんですけど、声もダメ、いや分かんない、でも一応撮ってくれたかと。ファンクラブは更新したらこことかで教えてくれ、うん、でもこことかではねそう言っとるよ、みんなにもメールとかでもねもっと言えばいいよね。通知機能ね、通知機能が欲しいよね。最近は今日はね前髪がちょっと伸びて目にかかっちゃったから分けちゃった。ファンミとセンターさんどっち緊張してる？ファンミファンミの方が緊張した。投稿したら配信とかで言うね。今日着るやつ、わかんない、動画ちょっと前髪切るの、切ってるのはちょっと難しいかもしれない。ちょっとね。
でもファンミはなんか最初の曲以外はそんなに緊張してない。そう、ファミで撮ったツーショット SNS になったらおーちゃん可愛いって DM たくさん来ました。嬉しい嬉しい、そんな思ってもらえて。やった、そう舞台袖のおもちゃ。司会者がいたからですか。そうだね、佐竹さんがサポートしてくれたからやりすごい、うん、助かりました。推しの子難しい、いやあの曲も難しいんだけど、なんか緊張しすぎてなんか慣れてからもうちょっと歌いたかった、あの歌そう、でも慣れてからはね楽しく歌えてました。こんばんは、こんばんは。ではさらさら読みますね。10歳の高木さん、ありがとう。今日も可愛いももが見れて幸せです。動画楽しみにしてね、ありがとう。12の辰原さん、ありがとう。11のピノさん、ありがとう。イルミネーションにもちゃん着てても、ありがとう。嬉しい。10のコーシテカップさん、ありがとう。9のトシさん、ありがとう。今日も楽しい、夢でもう一回会えない。首治りかけ、おお、よかった。明日には完全に治りますように。8のしいたけさん、ありがとう。まだももちゃん生誕祭の耳が冷めやらぬ。おお、ありがとう。いっぱい耳に浸ってくれて、また会おうね、すぐ。7位のコージさん、ありがとう。ありがとうね。6位のエルゼン、エンゼルウンさん、ありがとう。ごめん、間違えちゃった。ありがとう。5位のティームマンさん、ありがとう。4位のタルモさん、ありがとう。3位のマボルシさん、ありがとう。2位のユンマ監督さん、ありがとう。可愛いもんじゃないだから、いい一日だ。よかったです。ありがとう。1位のモモマサさん、ありがとう。ありがとうございます。セリオが出るようになってて練習したのって言ったって、ありがとう。では愛車ありがとう。おやすみなさいですね。今日おやすみ、またねー。